今日はね、セイラ君の、使い回しというか、セイラならではのキャスト、どういうキャストを実際こういうね、堤防でやるのかをね、見ていただこうと思ってます。セイラプラス3グラムのダートジグヘッド、これでほぼ総重量がね4グラムで、ロッドはセイラ、リールはちょっといいのがついちゃってるんだけど、スティーズエアですね。この組み合わせで、いろんなキャストをするところをね見ていただけます。まあ普通はね、堤防に来て投げると、まあこう普通にオーバーキャストでずっと投げるわけですけど、まあこれは別に短い竿でも長い竿でもね、あの特別なことはありません。まあ、セミダブルに作ったので、両手で持って投げてもらってもいいですし、シングルハンドでね、僕はあの片手投げあまり好きじゃないんですけど、まあ状況に応じてというか、自分のやりやすい方で普通にオーバーヘッド、もしくは今僕2投目投げたのはちょっとこう3クォーターですね、サイド気味です。シングルでこういうふうに投げてもらってもいいですけど、まあこういうショートロッドの良さっていうのは、ロングロッドじゃできないこと、できなくはないんだけど、ショートロッドの方がはるかにやりやすいですよっていう場面がたくさんあります。で、特に今日は海面と足元の落差が少ないね、低い堤防ですので、特にこういう場所へ来るとね、このショートロッドの良さが生きるんです。それをね見ていただきます。まずね、普通に、皆さんがベイトロッドを持って、特にこういうショートロッドを持ってやるときに、こう近いところのタイトなところにリグを投げたいときに、こうピッチングっていうのをやるんですね。左手で持って、右手でクラッチ切って、こういう感じね。これはそんなにね練習しなくても、ほぼほぼどなたでもできるです、こういうふうに。まあこの辺からね、あのぼちぼち練習してほしいんです。でスピニングよりもベイトの良さっていうのは、こういうピッチングでも竿先低くして、低い弾道でね、海面スレスレに、このサミングをねうまく使いながら、海面スレスレにスーッと低く出せるっていうのがね、ベイトタックルの良さでもありますし、今日のような堤防ではその低いピッチングも出しやすい。まああのスピニングでもできるのよ、できるんだけど、ベイトの方がよりやりやすいのは、こうピッチングでもこうすごくキワキワにね、自分の狙ったところへ、落としやすいで、低い弾道で出せるから、横風が強い時なんかでも風に左右されずに落としたいところを落とせる。スプールがクラッチのこのオンオフが片手でできるので、ベールをいちいち起こしたり返したりしなくていいっていうのが、やっぱりベイトの利点なので、こういう投げ方がね特にいきますよね。で着水と同時にメバルなんか食ってくることがあるので、もうクラッチをこう切らなくても、抜いたままでもここで親指で押さえとけばすぐフッキング動作に移れるっていうのも、あのベイトタックルのね手返しの良さです。次はピッチングじゃなくてフリッピング、フリップさすんですね、フリップで、これはピッチングよりもしっかり竿を曲げるので、ピッチングってこうリグのウエイトを飛ばしてるだけなので遠くへ投げられないけど、フリップフリッピング、フリップさせるとね、こう今分かるように竿をしっかり曲げますね。さっきのピッチングよりも倍とか3倍の距離出るんですね、遠くへ投げられちゃう。ティップがこの高さから投げるので、低い弾道でキワキワへ打ち込むことができるです。スピニングですとね、この近く投げる場合でもどうしてもこうやって投げますよね、ふわって。で横風が強い時はもうブワーンと糸を持っていかれちゃうんですけど、でスピニングタックルでこの横風が強い時に低い弾道でこうやって投げようとした時に、あの飛距離も出にくいし、コントロールもつきにくいですね。で、この低い位置で投げればやっぱ風の影響も少ないので、そういう時にこういうフリッピングというキャストの、ね、仕方が非常に有効なんです。低い位置で飛んでくれる。
まあ、あのボートなんかでも釣るときも今のカメラがいる側が工場の護岸か何かとしますね。で僕とカメラの位置が 1,2,3,4,5 メーター今離れてるわけですけど、もっと近寄りますね。これぐらいでカメラ位置が工場の壁でその下が空いてるとなるとするとフリッピングでこの奥へ放り込むんですね。護岸の下の奥の奥へ。シーバスや昼間の、ね、シーバスなんか割と護岸の下へもたくさん群れてることがあるのでそういうのをするときにこのベイトの力ってね生きてきます。結局ボートのへさきから打つのに上からだとテーブルの下に入んない。でスピニングで下から入れこうやって入れようとするとルアーが跳ね上がってテーブルの上に乗っかってしまう。護岸の上に乗っかってよくあるあるですね。それをこういうフリッピング利用すれば低い弾道で奥まで入れられる、ね、でこれが例えばサイドスローで低く出すこともできますね。こう今もう水面から50センチぐらいのところをずっと低く飛んでいってくれて、これもねあの穴打ちっていうか堤防打ちなんかのねすごく有効です。船べりからちょっと乗り出してこうサイドスローっていうかアンダースローで、ね、低くスーッと伸びていってくるでしょ。普通に護岸テーブルの下の10メーター奥とかもね奥へ打ち込むことができるわけです。スピニングでもね上手になればできますけど圧倒的にベイトの方が楽。やっぱりサイドキャストアンダーキャスト普通のフォアハンドのまあほとんどアンダーキャストですね。でさっきから何発か打ってますけどほぼほぼ同じ位置に打ち込めてるでしょ。だからフリッピングが苦手な人は右利きの人だったら打ちたい場所よりも右に来てここからこう投げてもいいわけです。こういう投げ方もこういうショートロッドで楽にできるし、こういう壁際とかにね非常にタイトにアンダーキャストで打つことができるです。キワキワってますね。お、あ今なんか食った膝ついて投げてもいいしショートロッドならではの取り回しの良さ。フリッピング、ね、右にはフリッピングで打ってで左はフリップさせるよりもアンダーキャストで打って、うん、こういう軽快さがねベイトプラスショートロッドの魅力です。でフリッピングなんですけどこういうまっすぐ振り下ろしてまっすぐ振った時にここまで来てるでしょルアーが。これ後でスローモーションで見ますね。どこまで曲がってるかです。上から下へ叩き下ろした時にスローモーションで見たかと思うんですが竿先ここまで来てるんですよ。下に振ることによってこんな角度で竿先曲がってるはずです。こんな角度で、でここからパンと飛ばすから上から下に振り下ろしただけなのに実はルアーはまっすぐ平行に水平にこれが元に戻ったら当然こういくわけですから進行方向は上じゃなくて真正面に行かなきゃならないでしょ物理として。だからベイトロッドのフリップキャストの理屈っていうのは上から下に竿を振り下ろしただけなのにまっすぐ飛んでくれるってね。だから普通は振り下ろしただけじゃなくてあのよくあるなんだろうな錯覚が下ろしてこう送る人がいるんですね。腕伸ばして振り下ろしたのにこう送っちゃう場合肘伸ばしてあまりよろしくない。振ったまま手首のとこ中心にちょっと見といていただくと思うんですけど振り下ろして曲げたらあんまり動いてないですよ。ほら送ってないでしょ。送ることもあるのよあるけど基本的にフリップっていうのは曲げたものを元曲げた位置でしっかり曲がった竿がまた
戻って水平になるのを利用してルアーを投げるので、この手はね基本的に動いてないでしょ。で、これをこう送っちゃうと最初に竿を曲げた意味がなくなる。こう送る時もある。それはあの方向性をねしっかりつかみたい時にこう送ることもなくはないけど、ほとんどのケースでは手首動かないです。その方が曲がった竿が戻るスピードをしっかり利用できるので、手首を返すぐらいで肘まで伸ばしてこう送らない。送ってるとしまったってもうまくなりませんね。竿の曲がったバウンドをとにかく利用するんだという頭を入れてください。あとなかなかこう真上から真下に振り下ろして止めるだけでうまくいかない人は、とりあえず応急措置でもあるし、あの船の上からね、船の、チャーターボートのちっちゃいボートのへさきに乗って、それからこう送る時のね一つの投げ方がフリップじゃなくてサークルキャスト、上から下へ振り下ろすことで竿が曲げるのがちょっと苦手な方は回してください。回すんです。回しただけで曲がるでしょね。これで投げるんです。こうやってちょっとやってみますね。こういうこと、この方が覚えやすい人もいる。サークルキャスト、これでもいいんですよ。結果的に自分が狙った位置にルアーを低く送り出して入れることができればいいわけです。この場合はさっきのフリップと違って、肘から先がこうルアーに対してちょっと追従するような送り出すような動きをした方がこうね、こう伸びてるでしょ。サークル気味のフリップなんですね。これはね割と初心者の方でもこの投げ方はルアーを低く送り出すときにあのトラブルなく非常にやりやすい投げ方なので、こういうフリップがうまくできないなと思う人は一回こう回して、僕はのの字キャストと呼んでましたけどね、ここでのの字、逆のの字を書く、のの字を書くようなつもりで竿を曲げてるんです。こうでその時は送っていい。逆のの字キャストで送り出しますね。今だいぶ飛距離出すように投げてみました。逆のの字で送り出してやる。でフリップキャストの場合は送り出さない、反動で飛ばす。はい、次はガリンペイロのねキャストシーンをちょっと見ていただきます。まあキャストスペックが6グラムから40グラムね、一応こういうスペックになってます。リールはジリオンの SVTW、P が 15P です。でとりあえずナッツジグの 25g、 この辺がまあ気持ちよく投げられる、ね、ウェイトですので 25g でどんな風に投げるのか、まあ 25g ありますから、ガリンペロがねある程度強い竿だとはいえ、こう垂らしを全くなしではちょっとさすがに 25g はね、竿先にこれだけぶら下がってると投げにくい、なので少し垂らしを取って、ね、であまり力まずに最初は、はい、着水。ラインスラックを取って糸をまっすぐに外からちょっと数えてみましょうか。1234567891012345678910123456789141234567891012345678910123456789141234567891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 141234
ジリオンのね SBTW が多分75センチぐらいだったと思うんだよね。低く見積もって一巻き70センチだとして7、8、56メーターね、今の軽いキャストで、はい、
少しだけ力入れてみました。 123456789101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 1234567891
て、うん、遠くに飛ばそうと思うほど少しずつ正しいを長く取って、こう大きなスイングを心がけたらいいです。よし、今度はちょっと本気で振り切ってみました。今度はちょっと本気で振り切ってみました。まあここぐらいまでだよ、僕が力いっぱい投げるって言ってもね、華奢な体でやってますので。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30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 ,
ってとこうかな。これが 35g、45g ぐらいまでになると、あの必然的にねルアーが重たいので、100巻き以上は飛ぶことになります。このガリンペイロ今 25g とかね 30g の話をしているので、ちょっと軽いルアー結んでみますね。プラグとかそれでどれぐらいの感じで投げれるのかも見といていただきましょう。じゃあね、軽いところ投げてみましょう。 7g SPM の75です、ね。40g 投げられる竿で 7g、 本当はね 3g でも僕投げたりするんだけどね、とりあえず分かりやすいところで 7g 投げてみます。はい、では SPM75 約 7g をねガリンペイロで投げてみます。まあリールがね、30g 40g 投げる用の糸の巻き方してるし、リールもその手のねリールなので超快適とはいかないけど、このセッティングのままでもね 7g のプラグ投げれますよっていうところだけね見といてください。はい、普通に軽く投げます。もう何の問題もなく正面にすっ飛んでいくでしょ。1234567891234567891012345620123456約30巻き、ね、20メーターぐらいはそこらは楽勝で、軽く振るだけでも十分飛んでいきます。で、特に竿が勝ちすぎてるわけでもなく、あの意外に思ったよりはスムーズにねキャストできてます。徐々に強く投げていきましょう。12345678910123456789101234567893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 12345
うん、まあこんなもんでしょう、普通これ以上力入れないからね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,50 巻き、はい、こんな感じです。さっきは 25g、 今は 7g で、でリールは割と 20g、30g を投げるためのバランシングでのリールでにもかかわらず、普通に 7g、5g、7g のプラグがね、そんなに無理なく投げれるようにできてます。